伊予鉄道610系電車は、伊予鉄道の鉄道専用電車。比例傍車で老朽化の進んだ600系の置き換え用として、1995年にアルナ後期で2両、編成2本が製造された。中古車の転入が多かった中で、久々の自社発注車であった。編成は、制御電動車のモハ610型と制御付随車のハ六660型から構成される。 東武鉄道2万系に準じたステンレス製、構え体を用いる3扉、18メートル級車体で、あるが、前面は、独自デザインの普通構成であり、白色を基調とする塗装が施されている。倉下には、伊予鉄道のシンボルカラーである、濃淡オレンジの帯を配しており、後に、これをベースとし、ジ色を、クリーム色とした、車体塗装が700系。 800系に採用された。車内の座席はロングシートで、伊予鉄道の鉄道車両で初めて車椅子スペースと優先座席が設置された。冷房装置は、伊予鉄道の標準である三菱電機製、集約分散式 CU127R を一両に月3機搭載する。運転室背面の仕切り構造は、大阪市営地下鉄を走行する大阪市交通局66、系や。 北大阪急行電鉄の発線型などと共通である。700系とほぼ同一のものである。すなわち制御装置は、KO5000 系の発生品である、日立製作所製 MMCHTB-20B を使用している。KO5000 系は一台の制御装置で8個の種、電動機を制御する 1C8M 方式であったが、河川電圧が、 京王線の 1500V と異なり 600V、または 750V であることから、1台の主制御機で4個の主電動機を制御する 1C4M 方式である。台車は、東部2000系の発生品である、住友金属工業製 FS340 型を装着する。制動装置は、発電ブレーキ併用電磁直通ブレーキである。 ただし、発電ブレーキは使用しないこともある。終電装置は、新品で、東洋電気製造製 PT-7107T 型シングルアーム式パンタグラフをモハ、oh、610型に一機搭載する。連結機は700系と同様の密着連結機を装備している。このため、700系や800系中間車とも並結が可能で、あるが、実際に並結して運用されたことはない。 平日ダイヤでは、松山市6時50分発横河原の行きに日本平結の4両編成で運用され、横河原の7時25分発高浜行きとして折り返す。高浜線、小町駅北は、ホーム有効調の関係で4両編成は入線が不可能であることから、小町で後部2両を解決し、全部2両が高浜港となる。 また、大手町駅のホーム有効庁は3両分であることから、松山市到着後に横河原の側の1両分をドアカットする。その後、松山市偶数時0分発、多摩数字15分発の高浜線横河原の線運用に充当される。ただし、検査などで小町駅で車両入れ替えを行う場合はこの限りでない。日曜、 祝日ダイヤでは2006年9月まで群中線での固定運用となっていたが、その後は平日と同様に高浜線横河原の線運用に充当されている。2018年現在全車が新塗装化されている。2020年8月22日より定期運用では14年ぶり、ダイソー運用では2010年8月8日以来、久しぶりに群中線での運用が再開された。 ありがとうございます。